はい、ということで、カッサンチャンネル始まりました、フェリー編後編ですね、鶴が北海道編が始まろうとしております、行く前にガソリン満タン入れてます、走りながらね、今までのあらすじ、これからの展望を話したいと思います。カッサンチャンネル GO!まずですね、さあ行きましょう。本日はですね、8月の17日でございます。本来であれば、舞鶴から北海道4回公演、そして、横須賀から、九州4回公演終わって1日休みがあって今日やったんですけど、まあ、残念ながらですね、まあ、皆さんご承知のあの台風のせいでですね、私舞鶴から横須賀に行き、行ってって言われたからですよ、行ってって言われたから確認して行って、横須賀に着いたら横須賀のフェリーの港で中止です、帰ってくださいって言われて、横須賀滞在数分でとんぼ返り、しかもお盆休み初日ということもあって大渋滞、行きも帰りも10時間以上かけてとんぼ返りしたっていうね、うん、だからもうそれだけで1200キロ以上で、まあそのこっから舞鶴も往復したんで、まあ何キロやろうね、まあ結構走って1500キロ走ったやろうねっていうね前編があって、まあとにかくその横須賀と九州の4階のステージがなかったんで、まあ大阪にいたわけです。で大阪でまあ補填しなきませんやん、その分の仕事をね、だから頑張ってバイク修理したりとか販売したりしてました。そして今日です。で今日は確認しましたよ、今日は確認しましたよ、今日これで行っても帰ってくださいって言われたらもうちゃぶ台ひっくり返すしかないんで、まあそれはないと思います。まあ手前味噌なんですけど、まあ久しぶりにまた GSR に乗って思うことは、いやほんまいいバイクですね GSR。 僕GSR に関してなんかやっぱりその仕事で乗るからとか、まあ致し方なくとりあえず乗りたいから安いの探してるみたいなイメージで触れ回ってね、これ一番最初のきっかけは買ったんですけど、いいっすねもう全然いいっすね、もうなんやったらこれがいいって感じです。はい、これに乗りたい、ずっと乗りたいっていうぐらいいいバイクやなと思いますね。はい、でかといって人気もないんで、まあ置いててもねそんないたずらされるような心配もないですし、あとやっぱマフラー変えたっていうのもでかいかもしれませんね、一本出しのマフラー、まあスリッポンですけどなかなかいい音するんですよ、ボーン言うて、それも乗ってて気持ちいいですし、乗車姿勢、大きさ、燃費、全てにおいていいですね。結構こうやってツーリングじゃないですけど乗ってて結構乗ったなと思って給油するじゃないですか、だいたい1000円ぐらいですもんね、1200円とか、めっちゃ乗ったな、ガソリン大丈夫かなって思っても1200円ぐらい、すごいお財布に優しいバイクやなって思います。はい、これを曲がります。だからちょっと回り道、そんなね琵琶湖みたいなね、あんな安定した道走っても何も面白くないんですよ、冗談じゃないですよ本当に、もうそんなもう、ただどんな道かっていうと、もしかしたら通行止めになってる可能性があるから、もうほんまは正しかったのかもしれない、ナビが俺が間違ってる可能性はある。でも、まあ、そこも含めて楽しめないようではこんな旅やる必要はないんかなって僕は思ってます。だから行きましょう。やっぱ山一つ越えて京都の亀岡に来るとやっぱだいぶ都会やなって思いますね、何でもあるし、そうちょっとの違いが大きい違いなんですよね。
でもなんかさ、天気微妙じゃない？なんか微妙じゃない？向こうに行くと。まあでも一瞬か、行けるやろ、行けるでしょ。そんなちょっとした雨ビビってたらダメですよね。はい、ということでちょっとバイクの話なんかもしていきたいんですけど、実はこれダブル650の時でもあったんですけど、やっぱり1000キロ以上走ったりすると、もう1500キロぐらい、やっぱりちょっとその時にやっぱこう、何ていうかな、バイクのこの異変みたいなのにやっぱこうちゃんと気づける人にならなあかんなって話で、ダブルの時はその気づきが遅れて、チェーンがもうめっちゃたるんでしまって、たるみすぎるとスプロケとか削れちゃうんですよ。いろんなとこ当たったりとかしてガタが出て、で結局まあもうチェーンと前後のスプロケ新品にしてみたいな、もうついでにタイヤも変えてとか結構やったんですよね、その時は。で今回もなんか乗ってて、なんかもうカタカタ、なんやろうなみたいなのがあって、ちょっと放置しちゃったんですけど、前回のダブルのことがあったんで、早めに見て、早めにチェーン調整して、キュキュキュってやって、今乗ってるから、めちゃくちゃ今調子いいんですよ。だやっぱ、こう、例えばチェーン交換したりとか、タイヤ交換して、ほんの数百キロ走るぐらいじゃわかんないんですよね、これね。全然。やっぱその1000キロ以上走って初めて分かることとかもあるし、じゃあなんでそうなったんかっていうところとかもやっぱ理由もあるし、そこはちょっと細かくは言わないですけど、だからやっぱその自然治癒はバイクはやっぱしないっていうね、いつもよく言う。だからやっぱちょっとでもんって思ったのはやっぱり手を入れた方がいいですよね。なんか思わぬ大惨事を招くことにもなりかねんなっていう風に僕は思いました。いいバイクやわ GSR。 いいバイクがゆえになんかちゃんとしたもっとしっかりしたやつ買ってもよかったかなとも思うけど、まあいいか。手を入れるから入れれる楽しみもあるからね。いやー、これであれですね、確実食べれるところはもう当分ないでしょうね。大失敗しました。もうあるわけない。前 NSR でね、みんなで行った時はなんかもっとなんか峠みたいなのが走ったんで、ちょっとだけ違うんかな。これ右ですね、やっぱ25号線押しですね。25号線押しですね。ちょっと寄りましょうか。コンビニでちょっと休みました。よいしょ。360度カメラもつけたんで。あ、しまった。GoPro の充電器も変えときゃよかったな。もう充電ないっすわ。あのね、GoPro の充電器もね、中華のやつはね、やっぱり終わるのが早いんですよね。はい、だからもうないっすわ、ダメっすね。だからやっぱり純正のやつが一番やっぱ本当はいいっすね、バッテリーは。あ、ナビいいっすね。いつもねこれ突き当たりをちょっと右に行って山間部に行くんですけど、左に行くみたいですね。おー、新鮮新鮮、助かります。インスタ360はちょっとスポットで撮っていきます。25号線まっすぐ行ってます。ああいう山を越えていかなあかんですね。で3時間って言って今あと2時間35分なんですけど、やっぱまだあとね125キロもあるんで、山の中入ってきましたね。スプリング日吉とかね、あの辺かすめていくんちゃうかなとは思ってるんですけどね。トンボがもうめちゃくちゃいますね。若干秋の匂いもねなんかしてくるみたいな。はい、船岡です。船岡の交差点19号線に入ります。船岡、やっぱ日吉ダムね、
日吉ダムとかスプリング日吉とかあっちの方ですね。19号線道の駅スプリング日吉に着いたんで、ちょっと休憩してから行きたいと思います。スプリング日吉、昔イベントで来たことがあります。何回もあります。ありますから。スプリング日吉はもう若者で盛り上がってましたね。僕はあくまでもバッテリー交換で立ち寄っただけなんでいいですけど、正直まあハリテラスに行っても一緒のことですよね。スプリング日吉に来ても一緒のことです。いっぱい人はいますけど、その輪の中にやっぱり入れないんですよね。やっぱね、そういう多分ですけど、僕この道に関してはあのラッタッタ伝説ね、ロードパルであの新潟大阪間往復した時にあの普通に帰ってくるのが嫌で突っ切って上から降りてきた道に似てますね。でそれ早朝やってもう眠たくてね、同じとこぐるぐる回ったりとか、あスプリング日吉出てきたやんとか言ったら覚えてますから、多分その行き方ですね。で途中の道の駅で野宿ちょっと軽くしたんですけど、野宿っていうか仮眠ね、熊出るって書いてましたね。あ、熊出んねや思って、その辺であのベンチでゴロンってした時にちょっと怖かったですけどね。そうなんですよ、京都の山奥ってね、月のワグマいるんですよね。月のワグマがいるってことは鹿も出てきますし、危ないですよね。もうちょい進めておきましょう。もうちょい進めましょう。はい、ここから堀越峠です。162号線、はい、どんどん山深いところに行ってます。 山をまあ要は越えなければ、まあ、海は見えないってことですね。ちょっとパラパラ、水しぶきが当たるぐらいでまだ大丈夫です。まあ猿鹿ね、飛び出しあると思いますんで、そこも気をつけながら行かないとダメですね。お、林道行けますね。162、小浜37。はい、ここから先に那多省っていうですね、浜省みたいな多分ですよ、那多省、那多省、そう浜省みたいな道の駅あるんで、ちょっと休憩しましょう。で道の駅もね、ちっちゃい道の駅でも5時も回ってたらね、食べるもんなんもないですよね。あ、すいません、もう終わりました、閉めますみたいな。那多省どこ、ここ那多省ね、行こうか、軽く行こうか、軽く行こうか。どこが、ここがバイクここね。じゃあ大井町ですね。あともうちょっとですけどね、あの休憩してる時にちょっとこのポスター見つけたんですけどね、陽子荻野目ね、荻野目陽子さんのコンサートが大井町総合町民センターで8月20日あります。一般2500円です。安いです。ぜひ皆さん見に行ってください。8月20日です。陽子荻野目サマーコンサート2023です。ちょっと生かしたロンドンステップなら今夜こそチェ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 マラ、あ、すみません、荻野目陽子の六本木純情派でした。ちょっと生かしたロンドンステップならダンス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 かかと鳴らして恋がちゃいでいるわダッダッダ。いやー、いい時代でしたね。迷い込んでみたいの今夜こそチェ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 マラ。どんな MC すんだろうね、荻野目陽子さん。あと客層よ、この村のどんな人が来んの。今夜だけでもうーとかなるんかな、そんなテンションなるんかな、どうなんや。地元のなんかダンス部かなんかとコラボレーションしてやるのはちょっと絵が見えてこへんね。
弱気の2500円セットやから、ちょっと生かしたランダムステークなら、お浜目指してかさん行っているわ。小宮さん、荻野目洋子のヒット曲言ったらまあダンシングヒーローやん。まあほんまはあの Eat You Up って曲やねんけどね、ほんまはダンシングヒーローダサいけどね、ダンシングヒーローって言って世界から見たら思うよ。今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight は合ってるけど、ほんま Eat You Up やけど。六本木純情派でしょ、あと何があったっけ、もうないんじゃん何がある、荻野目洋子さんのヒット曲あったっけな、全然思い出されへん。まああんねやろね、でもそんな何弾2発ぐらいで何この街でコンサートするって俺やったらビビり倒すわ。なんかのイベントがあってそれのゲストやったら別に全然僕見えるんですよ、ここの町の、まあ違いかもしれないんですけど、なんかのエンゼルライン、ここ無料キャンプ場でさ一回来たことあったじゃないですか、なんかあそこにすごい似てますね、ちゃいますけど似てる。でもこれは行かずに右に曲がるらしいです。そろそろ方向的にはね、もう海は近いんですよ。ダイソーストア、ちょっと寄ろうか。お魚屋さんのうなぎ巻きと海鮮丼、あた2つで500円でした。うなぎいただきます。言うてもお魚屋さんのうなぎですから、ガリからかーい。暮らしのマーケットママストアね、もう東小浜店ね来ました。もうこの辺ではもうおなじみなんでしょうね、ママストア初めて。さああと1時間ですね、47キロ、もう真っ暗になっちゃいましたけどね。さあ行きましょう。27号線を福井敦賀方面ですね。はい、ということでですね、27号線まっすぐ来まして、あと16分11キロとなりました、かなりスピードが出そうな道なんで、ちょっと警戒してゆっくり走ってます。わざと来た、この急な坂ね、この急な坂が、でも海来てるから、海がほらあそこに帆船があるでしょ、帆船が。危ねえ、前見とかな。ああ思い出すな、はいはいはい、来たことある。トモスでアクセルワイヤー切れたんで敦賀やったっけの、それ以来ってことラスカルにフェリー乗り場って書いてあるね、じゃあ合ってんのかな。まっすぐ近くに行けば思い出すと思うよ。あ、新日本海フェリーターミナルって書いてある。お、じゃあ合ってるわ、じゃあ合ってると思う、どこ、全然覚えてないな。舞鶴はよく来るけど、鶴がちょっと忘れてたな、だいぶ久しぶり、ご無沙汰ぶりね、敦賀に来るなんて、あれから何人たった、あ、来た、たったのかしら、まだ早いのか、誰も来てないわ、スタッフの置き、あ、バイクある、バイク来てる、置き場どこでしょうね、
あれなんですよ、ということで、フェリーの乗り場に来ました。で荷物も置いて、まあ、スタッフなんで本当は12時ぐらいに入るんですけど、僕は特別に9時半ぐらいから入れてもらえるみたいです。今清掃してるんでフェリー。新しい船なんですけど、敦賀から苫小牧に。かなりね、この船はねゴージャスですね。広さとも、設備とも、鍵じゃなくてねピシュってこうバーコードで開くんですよ、部屋が。はい、この部屋ですね、前回よりいいのはトイレがちゃんと別でついてるってことですね。あとまあ2つあって、めちゃめちゃゴージャスなテレビもありますし、ゴージャスな部屋になってます、はい、打ち合わせ終わったんで、あとは明日音出しのチェックも終わったんでバッチリですね、いけそうです。ちょっとお風呂にも入ってきて体温めて、でまた明日の朝も入ってみたいな感じで保護してほぐして本番頑張りたいと思います。クワザのチャンネル、終わったんですけど、終わったんですけど。自慢を持ち出して若い
してね。よろしくね。さあ、こっちゃんとお別れです。こっちゃんを預けて旅に出たいと思います。こっちゃん、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 うーん、かわいいね、かわいいね、かっちゃん。